スマホで事前に手続きができるため、残りの手続きをこのカウンターに設置された端末で行えばスマホを購入することができます。 KDDI が26日から始める試験サービスは携帯の契約手続きの大半をオンラインで対応し、残りの手続きを店舗の端末で行います。通常は順番待ちが発生するなど時間がかかっていますが、機種変更の手続きが最短20分に収まるなど従来の半分の時間に短縮できるということです。 KDDI は人との接触も減らせるとして実用化を検討しています。